被爆者団体と湯崎知事との意見交換会が開かれ、来年に広島で開催される G7 サミット主要7カ国首脳会議で、各国首脳に原爆資料館の見学を働きかけていくことで意見が一致しました。県庁に湯崎知事を訪ね意見交換を行ったのは、2つの県被団協の三巻俊幸、佐久間邦彦両理事長ら、 県内7つのの被爆者団体の代表です三巻理事長はウクライナ侵攻でロシアのプーチン大統領が核兵器の使用をちらつかせていることも踏まえ被爆の実相を感じ取ってもらうためには原爆資料館の見学は絶対として各国首脳への働きかけを要望しました。崎知事も 被爆地で実装に触れていただければ感情的にも大きなインパクトがあると述べ、実現に向けて要請を続けるとしました。また、三巻理事長は岸田総理と湯崎知事が出席予定の8月の NPT 再検討会議が核兵器廃絶に向けて大きく前進することにも期待感を示しました。